ジャン君が我が家に来て7年経っています。経ちましたですね。初めの頃の、ジャン君からするとですね、もう何しても、こんなことしても、全然大丈夫。ポンちゃんもね。はい、ジャン君、おいで。はい、ジャン君。この7年でジャン君の甘え方は随分変わってきました。最初の1年2年はね、甘えるなんていうことは全く考えたこともなかったでしょう。来たよ。また怒ったの？はいや。東京の下町にある動物病院でジャン君と出会ったんですけれども、病院の看護婦さんも手を焼く凶暴な子でした。ジャン君ちょっとドキドキしてるね。我が家にジャン君が来てからもう6時間です。そんなに経った？もう7時半です。ジャン君の位置はまだ変わりません。過去に何があったのかは全然わからないんですけれども、保護された時からこういう状態だったようですよ。まず人とうまくやっていこうとか、慣れようという気持ちは全くないですね。目が合うだけでまずシャーです。はい、朝ごはんですよ。だって二人でとっとくから怖いんだよね。はい、さあ来たよ。いい、大丈夫だよ。まずはケージに、目隠しをしてですね、落ち着いてもらおうということで、だいたい1ヶ月くらいですかね。ご飯をあげるときに必ずシャーと、あとはちょっと手を伸ばして、しまうとですね、パンチが飛んでくるという子たちで、最初はもうほとんど、なんていうのかな、一瞬だけですね、こう目隠しを外すのは。今日一番のシャーです。そんなに？いや、これは1ヶ月くらい経ったところなんですけれども、ケージの中で触るのはもうもちろん難しいということで、ケージの外から、触るというか指を入れるレベルですね。これもまあまあ決死の覚悟です。少しずつですけれども、手から食べてくれるようになると、お互いの間合いというかですね、が詰まってくるのがわかります。2ヶ月目に入ると、ケージの中で少し落ち着きが出てきています。外から猫じゃらしで遊んだりするというのに応えてくれるようにもなってますね。雰囲気としてはちょっと早いかなとは思いますけれども、扉を開けて外に出してみようということになりました。最も怖いのは、家庭内野良ということなんですが、部屋のどこかに隠れてしまって、出てこない
ご飯の時だけ、そーっと人が見てない時に食べるっていうのが、家庭内ノラというんですけど、それにならないように、ケージに戻るような感じで進めています。これはですね、部屋の中にあるキャリーですね、ケージとキャリーを行き来するというようなことで、まあちょっと隠れ家っていうとこですかね、我が家では第一基地第二基地と呼んでいました。この200円のブラシがとても、良くてですね、だいたい30センチぐらいの柄だったかな、この距離だと触らせてくれます。はい、叩かれました。3ヶ月経っていてもですね、顔の付近に手が来るとやっぱりパンチが来てしまいますね。それ以外の、人が離れている時にはケージの外に出て、これもそろそろ外でご飯も食べるようになっているとこですね。このブラシが、ちょっと柄の短いもので手が、だいぶ顔の近くに近づいてますが、それでもブラッシングさせてくれるようになりました。ケージの外ででもですね、だいぶこうリラックスして、特に、コンピューター周りですね、で歩くようになりました。はい、半年過ぎてもまだ叩かれるときは叩かれます。これは体を触ろうとしているというのが分かるからだと思うんですが、この辺からが、ジャン君とパパママとのバトルになってますね。できたら撫でさせてほしい、パパママ、それから嫌だよと思っているジャン君ということですね。10ヶ月を迎えたところで、ケージを、撤去しました。これでもう部屋の中だけの生活、自由にしていいよということでですね、この、冬用のベッド、この中が、まあ定位置になりましたね。あ、これはね、お留守番の状態なんですけれども、普段はどうしてもビクビクして、顔色をうかがうような、感じなんですが、これはねちょっとへえと思いましたね。誰もいない一人ぼっちになるとこんなに楽しく遊んでるのかというのがですね、少し寂しい気持ちもあります。これは、マオイママがちょうど1年経った時にですね、思い切って撫でてみたとこですね。これ初めて撫で撫でです。あ、これすごいんですよ自分で開けて入ろうとする
とこですね。ね、うん、おいしい？はい。はい。はい、出ておいで。これはちょっとまた旅を使って卑怯な手口ではありますが、自分から近づいてくるということですね。また旅に釣られてですが、自分から望んできたというところになります。黒犬パパの方が、撫で撫でをするんですけれども、どうしてもやっぱりあの神の手と言われているマオイママの手、その続きということで、まあ真似をしているんですが、見てくださいこの顔。ジャン君、というわけでですね、少しずつ少しずつ、体に触ること、これはマオイママの手ですね、頭を触れるようになってます。だいたい先に、道を開いてくれて、その後クロケンパパは追うというスタイルですね。気持ちよさそうだね。これクロケンです。やっぱりマオイママの時とクロケンパパの時のこの表情の差、これ歴然としてますね。なんかちょっと、表情も変わってきたように見えますね。この頃で移動中はだいたい1メーターぐらいって言ってましたっけね。だんだん距離は詰まってるんですけれども、やっぱり、人よりこう離れたところを歩くというのがね、普通でした。あ、怒ったの？何か怒ったの？泣かんやな。
今のように、噛まれることはちょくちょくありましたが、その時に大騒ぎをしないというのが、まあコツといえばコツなんでしょうかね。こうやって徐々に信頼関係を作っています。またやる？ブラシやろうか。ああ、また毛がほら抜ける。1年半を過ぎたくらいからだいぶ部屋の中でリラックスできるようになってきていて、お腹が見えてるよ。これはもうほぼ家猫の表情だと思うんですが、穏やかな顔立ち、目がねくるっと丸くなってますよね。でも近づくと少しずつ逃げていくというのはまだ変わってないです。保護猫と仲良くなるっていうことの一つにはこうやって遊ぶというのは含まれると思います。このシーンはですね、顔の向かい側から、手を伸ばしてますね。これがなかなかできなかったんですよね。もう完全に信頼してますね、この顔はね。
まあ例によって黒犬パパの場合は聞こえないよ。鳴ってた？あ、そう。聞こえないの？うん。音のため近づけ。ママが引いたレールをたどっているんですが、初めてパパでぐるぐる行ったシーンでした。今ちょっと息を飲みましたね。このパパママの態度の差がやっぱり顕著ですね。さあ、2年が過ぎました。この頃からでしょうかね、黒犬パパの方も割とこう不意に手を伸ばしても逃げなくなってきた感じが出てますかね。基本的には、まだ完全には信頼はされてないんですけれども、まあ2年も経ったんですからね、悪いやつじゃないってことぐらいは理解したんじゃないですか。そういえばですね、この頃から随分おもちゃが集まってきてますね、これは遊ぶんじゃないかとか、これなら気に入るんじゃないかとか、たくさん買い集めてます。首はどこかな、外したから、あ、
どこかにあれ後ろ回ってる後ろっていうかここのそこのあれジャン君噛まなくていいんだよこれかなこれかなこれかなこの首輪をつけるのも、保護猫からスタートをしているとなかなか難しいんですけれどもこの頃はまだちょっと騙しが入ってますかねうちの名前と携帯の電話番号が入ってるのねちょっと見せられないけど入ってますで何金属に、まあ透かし彫りじゃなくてあれしてあるので、うん、水に濡れても消えません。消えません。うん、はい、はい、じゃんけん。消えます。ちょっとびっくりか。あれちょっときつい？あれなんでだ？あれきつい？さあ止め方がちょっと難しくない？うん、あ大丈夫。こっちの方がやだ。あれちょっときついかな。ちょっとやって。割と素直に付けさせましたねあのちょっとこうゴムみたいな大丈夫大丈夫指入る本当、うん、やっぱりマオイママすごいそうだと思うどうでしょうかマミクシュクシュしようよジャン君ピロ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 ばっかりえもうおしまい振られたジャン君ご挨拶してごらんジャン君にご挨拶してごらんレインレインありがとうだよじゃんこりこさんこれが甘え始めかもしれないですね今ちょっと甘えたような泣き方ですよね甘えてるよじゃんくんかわいいちょっと甘えたねかわいいじゃんくん最近甘えてなくとベロ吹けますベロ出ちゃいます。ジャン君。ジャン君膝乗れるよほらここ。親指を噛むのはやめて。ああそう毛色がですね、来た当初よりもだいぶ濃くなってますねこれまあかなり黒い方ですよね、点々もすごくはっきり出てますねこの感じはもうだいぶ撫でられることが喜びに変わっている感じですもんね。くるくるって。
汚い足を見せてごめんなさい。これがですね、抱っこの代わりにクロケンパパが考案した足バサミですね、足の間に挟んで、まあ、高速というよりはこう抱きしめる感じですかね。ジャン君ぐるぐる言ってないね。ジャン君もう10センチですよ。あれ近い近いからがいい。猫かわいがりですね。はい、どうぞ。これは不信感を持っていると猫の方はだいぶ怖い行為だと思うんですが、ここまで来たらもう大丈夫って感じですかね。膝じゃないけどね。なんかお腹あったかい。これはね、ジャン君の得意技ですね、うちではキャッチボールと呼んでいたんですが、本人は投げてるつもりはないんですけども、遊んでると飛んでいっちゃうという感じですね。
はい。うん。うん。2年半を過ぎたあたりですね、信頼関係ががっつり深まったところで、パパを起こしに来るという技を覚えました。というよりは寝るなよっていうことですよね。寝ているパパを起こしに来るのと同時にお風呂を、覗きに来るというのもこの頃からの、癖習慣ですかね。これはハンモックに初めて乗ったとこかな。このハンモックまだ、今でも使ってます。あ、これは留守番ですね。1年以内の頃は留守番っていうとはしゃいでましたけど、これは寂しくて泣いています。ちょっと切ないですね。
いはい。まあいい。まあいいか。まあ、じゃあ。いいや。ねえ。大丈夫。大丈夫。ジャン君は基本的には、抱っこが苦手なんですけれども、ああやって持ち上げるこう高さがだんだん、慣れてきているというかですね、不安がなくなりつつあると。ただやっぱり好きではないですね。さあ、3年が経ちました。うん、はいはい。あ、まだ噛まれてますね。パパと、ジャン君の関係っていうのがちょっと面白くてですね。仲良くなればなるほど、こういうシーンはまだありましたね。今でも噛まれることはあります。これはママの手ですけれども、ママに関しては結構早い時期から、そうね、やっぱり母に撫でられるという雰囲気があるんでしょうね。気持ちよさそうにすることが多いですね。パパは遊び、ママは優しさでしょうか。これはちょっと古めの加湿器なんですけれども、少し温かい蒸気が出るタイプの、加湿器です。ちょっと大きいが型なんですけどね、これがジャン君のお気に入りになりました。暖かいというとこですね。ただ、今座ってるとこがちょうどそうなんですけれども、スイッチのオンオフがおそらくあってですね、こうやって乗っていると自分で切っちゃうという、ジレンマに陥ってましたね。これもう電源切れてんじゃないかな。ジャン君にとっては変な夫婦だなと思ってるでしょうね。何かというとちょっかいをかけてくる、パパとこうやって何をされてるかこれ分かってないよね。ママは周りに人形を置いて楽しむと。あ、これがですね、
もうちょっと前の頃からだと思うんですが、頭の上に物を乗せても平気な子ということが分かって、まあ重たいものはダメですけどね、軽いものをこうやって乗せるとしばらくこの体勢が続きます。ジャン君、ジャン君、棚の上どうぞ。この頃からですね、ジャン君、どんどん改良を進めてるんだけど、木でできている棚があってですね、その棚の上をきれいに掃除して、キャットタワーと呼んでですね、ジャン君には歩いてほしいなというふうにしていました。完全じゃないけど、足の間でくつろいでます。ちょっと眠そう。このクロケンパパのあぐらの中に入るのは、今でもお気に入りですね。ずつ曲げればあぐらです。でもさ、この手自分で出したよね、うん、くつろいでるね。やっぱ暑かったの。ここ逃れた。暑かったの。わあ、完全にしびれた。我が家に来て3年5ヶ月ですね、1年8ヶ月くらいじゃないかって言って、我が家に来たので、合計で5年を過ぎたところですね。ということは5歳。面白い顔になってる。この当時生活していた、マンションなんですけれども、すぐ隣が国道になっていてですね、その音が結構うるさかったので、音で驚いてるんでしょうか。そしてから出ました。はい、ジャンプ。はいはいはい、上手に撮れたかな。はい、ジャンプ。はい、はい、来た。もうちょっとこっちで。これはまだ不完全ですけどね、おいでって言うと来る猫にもう今7年を経って、なっていますよ。あ、これはね
クロケンパパが脱ぎ散らかしたパンツ、これが大好きなんですよね。これやっぱ動物だからでしょうかね。それからこれもすごいでしょ、口の中に指を入れて、歯磨きですね、それができるようにということで、ちょうどこの頃はいろんなことが始まってますね。今でも決して好きではないんですけれども、やっぱり信頼しているからこれができるということだと思います。歯茎きれいになるよ。この頃なんか顎にちょっとしこりのようなものができたかなんかで、病院に連れて行きたいというふうに思ったんですね。で、病院に連れて行くのはこの子の場合はとても大変なことだったので、まずキャリーに慣れてもらうと。はい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 、大丈夫大丈夫、いい子だね、いい子だね。待ってね。ただね。ゆりかさん。はいはい。くちゃ。はい、いい子だね。はいはい。緊張しいだね。そうなんですよ。すごい緊張しいです。これは東京の、保護猫の譲渡会ですね、との関係ができまして、まあジャン君を紹介してくれた方のつてですけどね、少しお手伝いを始めた頃です。これはですね、多分明るいから昼寝ですかね、あ夜なのかな、クロケンパパが寝ていると起こしに来るジャン君です。もうべったり甘えたちゃんになりましたね。あ、これこれ。このブラシを自分で出してですね、ブラシしてくれっていう要求をするようにもなりました。まずは薬なしで、はい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 、はい、これは OK ね。はい、気づかれないうちに、はい、ジャン君、はい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 、じゃんけん、一滴だけど、あ、やっぱちょっと嫌なのかな。はい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 、はい、どうぞどうぞ。
どうですか？一応成功です。そうでもね。はい。できました。はい、ジャン君おいで、こっちおいで。はいはいはい、おいで。よいしょ。はい、はい、ここでいいよ。いいでしょ。この抱っこへの試みは今でも、続けていますが、あまり進展がないですね。例えば体の方を向いてこう抱きつくとかそういうことはないです。はいはい、はいよ、ゆっくり。これはいただきものの爪とぎポールなんですが、この後これよりももっと巨大なものもいただいてしまって、ありがとうございます。いただきもので生活しています。これですね。これがちょっと太いやつですね。この上で、ふんぞり返っているのが結構好きだったようですね。怒ってんの。はい、ポンちゃん登場ですね。ちょっといいですか、じゃあ。はい、どうぞ。うん。女の子だけど声が。そうなんです。ちょっと男の声なんです。出た出た。はいよ。じゃあすぐに。はい、大丈夫。ジャン君の時もそうでしたが、譲渡会の方のね、紹介で、今度はポンちゃんが我が家に来ました。でポンちゃんも、いろんなことがあって、ちょっとなんていうのかな、トラウマのような感じになっているのでということでした。ジャン君の側にするとここまで、まあ、4年ちょっとで人との間にね信頼関係ができてすごく甘える子になっていましたが、また青天の霹靂っていうところでしょうか。ジャン君ちょっかい出してます。この頃はね、ジャン君の方がまあ珍しいということもあってでしょうね。ちょっかいを出しているようです。でポンちゃんは知らないところに連れてきて来られてですね、怖いっていうのがやっぱり先に立つんでしょうね。はい、もう仲良し。
あっという間でしたね。あのポンちゃんの方が、人とはやっぱりうまくまだやれてないんですけれども、ジャン君のことを大好きになって、そのジャン君経由でですね、人を信頼するように徐々になりました。この2人のこの愛情がですね、とてもやっぱり見る側の僕たちにとって、和むものです。2年半今経ちましたが、いまだに変わらずですね。この後ろに見えるのもこの巨大なタワーですね。これもいただきものです。大変高価なものなんですが、ありがとうございます。これね、本当にいいです。スギニャンという、キャットタワーですね。杉でできたキャットタワー。このポンちゃんにとってもジャン君はとても、安心できるいい相手だったと思いますが、ジャン君もですね、人との中だけではなくて、その猫との関わりの中でこんなに愛情をね、育めたというのは素晴らしいですね。この猫同士の相性っていうのは人間ではちょっと計り知れないので、本当にラッキーだったと思います。
ジャン君がですね、クロケンパパのお風呂待ち、ですね、これが好きなのをポンちゃんがあまり意味は分からず付き合ってる感じでしょうね。ポンちゃんにとってはどうでもいいことなので、お風呂の中に入りそうでしたよ。ジャン君にはどうもルールがあってですね、あそこから前には出てはいけないようです。ジャン君的にはね、ほらね ダメなんですね。あ、ここからが、この可愛い声で泣く方は白黒のシオンちゃん。嵐の始まりですね。ジャン君、ポンちゃん、共通の、その譲渡会保護猫の、方たちですねの紹介というかですね、うちの場合は少しそのトラウマのある子たちが、大丈夫だということで、まあ、ジャン君の実績ですね、この子たちも少し、これは何のためみたいな、何かの問題があって必ず来るんですけれども、一時預かりという形をやり始めました。まあ、というのも、この子たち行き場がないんですけどということで、紹介は受けたんですが、もう2匹でいっぱいいっぱいですんでね、飼うことはできませんということで、それでは一時預かりで、あの譲渡会までの間、人になれるという役割をお願いしますということで引き受けました。まあ、そもそも、トラウマのある、保護猫が、ジャン君、ポンちゃんと、我が家にはいるのでですね、その、まあ、見本を見ながらこの子猫たちが育っていく、それから、人間の側もあのジャン君に殴られながら、今のこの状態まで持ってきているということを評価されての、一時預かりです。この左の奥ですね、画面では中央の奥ですね、に、いるのが、この2匹のお母さんですね。今見ているこの黒猫がラブくん、これ、今左に行った白黒がシオンくん、そして、ケージの中にいるのがアンズちゃんという、親子になります。少し前からジャン君の声が笛みたいにピーって鳴る感じで、ちょっと声が出ない感じになっています。これは、どういうことなのか、ちょっとネットで見るとストレスもあるのかなということなので、マオイママと2人でジャン君を特に可愛がると、そう決めました。こういうことが起きるんですね。やっぱり注目がいろんなところに分散したので、だいぶ甘えん坊になっていたジャン君としては、あ、ストレスというか寂しかったのかな、そういうこともあるかと思います。これが続くようであれば病院にちょっと相談しますが、基本的には愛してるよっていうのを伝えるという治療をします。一時預かりで来た2匹、3匹ですねが、やはり手がかかりますんで、そちらの方に、お父さんお母さん意識いってるなということで、体に変調をきたしたというのが、まあ、結果だったと思うんですが、ほどなくして、治りました。
まあね、この一時預かりの子たちが、悪いわけではないので、ラブくん、シオンくん、アンズちゃんでドタバタしている間に、ポンちゃんを忘れてたような気がしてましたが、逆にこの3匹が来たおかげであまり意識しないまんま、ポンちゃんをこうやって触れるようになってたみたいです。何の効果でしょうか。何かこう、あるのかちょっと本当にわからないまんま、この子ちょっと甘えるんですよ。今度はこういうことが起きるんですね。それぞれの個体差っていうことでしょうか。でこれは、譲渡会ですね。ラブちゃん、黒猫ラブくんは里親さんが決まりました。あ、早いね。今度はチャコちゃんという、やはりちょっと、何があったんだったかなちょっと忘れちゃった。でも、少し問題を抱えた子が来ました。ただね、この子すごく、小さい子だったんですね。4ヶ月だったかな。なので、すぐにステップに乗って変な食べ方しているいい子に、遊び好きなね子になりました。一番根が深いのは実はこのアンズさんというお母さんですね。2度の出産を経験して2度目ですね、このラブくん、シオンくんは。で、この子たちを抱えながら人間から逃げ回っているという生活をしていたようです。まだ若かったんですよ。なのにもう2度もそういうことがあって、我が家に来ています。真ん中はどうだ。今残っているのがシオンくん、それからアンズちゃん、右側ですね。左側がチャコちゃんになります。この子たち全員ジャックンのファンになってますね。あ、一番奥にシオンくんいたね。でシオンくんはなかなか人になれない子だったんですけれども、ある時期からべったり、パパに甘えるようになってくれました。チャコちゃんは割とスムーズですね。すぐでしたね。はい、チョコちゃんかわいいね。大丈夫よ。ケージの中にヒュッてやって、こうやってやってると前はビュッて入ったからペッてやったんだけど、今はピタッて止まる。こんにちは。はい、チャコちゃんはですね、そもそもが、アイドルで、すぐに、いい里親さんのところに来ました。はい、シアン君着きましたね。はい、大丈夫。そしてシオンくんも里親さんが決まりました。
はい、これで真打ち登場でしょうか。白猫、美しい白猫のカオリンですね。このカオリンもまだ子供なんですけどね、なかなか人になれない子でした。ただ一旦慣れればですね、これだけ美しい子ですから譲渡会では人気が出るはずだと思って、で頑張っていたんですけれども、実は、我が家の方の事情にですね、引っ越しをしなければいけないということが、今ちょうど持ち上がっているところですね。いろいろ今会議をしているところなんですが、はい、おいで、はい、シャーじゃないです。まあということもあって、カオリンアンズちゃんは、すごく急いで、できるだけ慣れるようにとしていたんですが、そろそろタイムリミットを迎えます。もうちょっとだったんだけどね、いい感じになってるんですけどね。はいはいって置いてくれる。こちらネットももし万が一入ったらこれにも、うん、そうだね、それでもいいですね。譲渡会のスケジュールに間に合わなかったので、一旦保護主さんのところに、お返しすることになりました。なかなかね、この一度預かって、譲渡会で里親さんまでっていう役割が果たせず、少し悲しいんですけれども仕方ないです。アンズちゃんはですね、まあ、保護主さんのところに戻ったんですが、そこでお約束をしてきました。10年経ったら迎えに来るよというのはアンズちゃんとの約束です。引っ越し作業でバタバタしていても、この二人はこうやってくっついてれば安心なんだね。はい、さあ引っ越しですね。まあジャン君の、7年間を今追っているんですけれども、ジャン君は本当にいろんなことを経験していますね。ここで、6年8ヶ月の段階で神奈川県の方に引っ越しをしました。ジャン君せっかくポンちゃん来たんだから。おはよう。おちゃん、おはようございます。引っ越し先では穏やかな日が続いています。まあ引っ越しをして問題があるとすれば人間の側ですね、黒犬の仕事がちゃんと成り立つかどうかっていうところ、これはこの子たちを育てる上でも
重大な問題ですので、頑張ります。